こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。今日は毎月恒例の灰の掃除をスタートしたいと思います。衣もまた山積みになってるんですけど、この器にアルミホイルを敷いたものに、なるべく下の方から、衣の下の方から、灰を取り分けていきます。よいしょ。よいしょ。とは言ってもですね、上からどんどん落ちてくるんですよね。なるべく灰を落とさないようになんですけど、なかなかそれも難しくて、ちょっと灰が落ちちゃったりするんですけど、それは後で掃除したりとか、いろいろ今こぼしたのでちょっとだけは掃除しようと思って。よいしょ。こんな感じで私も結構失敗したりしながら、あ、もうちょっと綺麗にやればよかったとかですね、まあ、やりながら、あるんですけど、まあそこは一生懸命やってるので、うまく伝わってるでしょうといつも思ってます。なのであまりピリピリする必要はなくて、なんか必ずこうしなきゃいけないっていうの、例えばもう灰こうやって取るのが難儀だから掃除機で吸ったとかはダメですけど、そんなになんかぎゅうぎゅうになる必要もないから、ちょっとこぼしたからって言って大変なことになってるとかではないので、よいしょ。こんな感じかな。もうちょっとかな。いつもね、取りながら、なんか取りすぎないように、でも取らなすぎないようにって調整が。結構取ってもこんな感じですね。まだ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 だね。今度はこっちぐらいから。よいしょ。どんな感じかな。もうちょっとか。よいしょ。よいしょ。今日は結構、また、1ヶ月ぐらい溜めてしまったので、こんな感じかな。こんな感じかな。で、香炉に、線香が残ってるんじゃないっていう人がいたんですけど、これ見ていただけるとわかるんですけど、もう全く線香残ってなくてですね、これぐるぐるしても何も当たらないですね、線香。これも、取って取らないので混ぜちゃいますけど、こんな感じで。わかります？何も線香残ってない状態ですね。なので、自分たちのお家で線香が残ってるんだからどうしたらいいの？っていう相談がたまに来るんですけど、まあ、神様、火ぬかんの場合は神様が何か伝えたいことがあると。で、先祖の場合は、先祖から伝えたいことがあるっていうふうに受け取ってもらったらいいかなと思いますので、それが何かっていうのはわからないんですけど、それを伝えてください。今、それは何かっていうのが自分たちではわからないんだけど、だからといってすぐユタに聞くとかではなくて、自分たちがやるべきこと、指示正しだったりとか、この先祖供養の部分っていうのをしっかりやっていくっていうのをまた心に決めるっていうのも、ありかなと思ってます。で、そこからでいいと思います。で、私たちは例えば線香残ったから早く言ったのところに行かんといけないとかっていうのは一切ないので、その辺は勘違いしないでください。で、こんな感じで、香炉掃除したら、この分けた方に、3本の線香を立てていきます。で、火をつけて、線香に火つけて、この3本、移した方の香炉に立てます。で、下に座って手を合わせます。で、旧暦と新暦言います。で、今日は香炉の灰がいっぱいになっていたので、香炉の灰の掃除をします。こちら側の灰は捨てる灰なので、こちら側にいらっしゃる方がいたら線香に移ってくださいっていうふうに案内をかけます。で、これ線香を右に回したり、左に回したりして、鍵開けるみたいにやり方ももちろんあります。だけど、それでやっても全然間違いではないですし、今みたいにこの線香で、こうやって写し、あの、お話しして写ってくださいっていうのもありかなと思ってます。どっちが正しいとか、間違ってるとかではなくて、自分がなんか道理がいく方でいいんじゃないかなと思います。
で、これ半分ぐらいまで燃えるまで待つんですけど、ちょっとそこで、小話をというか、これ、ガラスの器なんですね。で、それに、この、12時間、そのまま OK な、ろうそくを入れてるんですけど、これ、ろうそくじゃなくて、電気のろうそくみたいのがあるんですよ、今。LED とか。で、これちょっと危ないから、それに変えたいんだけどっていうのがあるんですけど、あの世からは、線香になんで火つけるかって言ったら、線香も LED のやつがあるんですよ、今。あれ見てびっくりしたんですけど、線香とかろうそくっていうのは、火の、このあったかい火がついてて意味があるものなんですね。県外の線香、本来の線香の意味は、香りを楽しむ、香りを届けるっていう、意味があるんですけど、香りを届けるっていうのは、この県外の毎日香とかですね、ああいうお線香のことを、香りを届けるやつなんですけど、沖縄のこの平う香に関しては、火の力を借りて、香りじゃなくて煙と火の力っていう考え方なので、この線香がいいんですね。で、火をつけることで意味がある。じゃあ、例えば、蚊とか、蚊っていうのは、水のあるところですね。竜宮とか蚊とか拝むときっていうのは、火をつけないのはなんでかって言ったら、これは水、竜宮の神様だから、火をつけない、ひじゅるうこうっていう、冷たいお香っていう意味なんですけど、ひじゅるうこう。ひじゅるうこうでやります。で、仏壇に関しては火の力を借りて向こう側に届けるので、ろうそくも線香も、ぜひ本物の火を使ってください。で、普通のろうそくだと倒れて火事になってっていうのが、やっぱり全国的にもあちこちで事故があるので、危ないなって思う人は、これをガラスのケースに入れたものにすると、安全性が高まると思います。で、これやることで、倒れるっていうのはほとんどないので、これ中から倒れるっていうのはほとんどないと思うので、安全かなと思いますので、ちょっとこれ、両方で3000円ちょっとぐらいするんですけど、4000円弱ぐらいするんですけど、ちょっと高いなとは思うんですけど、仏具はケチらずに、割引交渉とかせずに、その料金で買うっていうのがもう基本です。で、こんな感じで進めていきます。で、今、2センチぐらい燃えたかな?もうちょっと本当は待ちたいなっていうところなんですけど、せめて3センチか4センチぐらいを待ちたいなって思うところなんですけど、私たちはこの器にアルミホイル敷いて、これも何回も見てる人は何回もわかると思うんですけど、毎月毎月だいたい1回こうやって、香炉の掃除をするんですけど、その度に動画撮るようにしてます。で、今回みたいに、これはこんなだよとか、あんなだよとかっていうちょっと話を、なんか10分ぐらいの動画なんですけど、だいたい10分か15分ぐらいの動画なんですけど、その中でも、月に1回、この仏壇について今みたいに話しするって、ちょっと知識がつくかなぐらいの、なんかおしゃべりラジオ感覚で聞いてもらえればいいかなと思ってやってます。で、私もこれに関しては原稿とか作ってるわけではないので、本当にリアルに掃除しながらやってるだけなんですけど、こんな感じで、本当はね、半分ぐらいまで燃えた方がいいんですけど、これ、だいたい今、ちょっとでもいいです。これ、やったら、もう一回手を合わせて、こちらの灰を処分するので、この線香に移ってくださいっていう今みたいに案内をかけて、この線香を抜きます。で、香炉に刺します。そうすると、ここの灰から、こっちの香炉に、移ったので、これはただの灰になってます。で、これはもう単純に処分するだけです。処分の方法はいくつかあるんですけど、一戸建ての人は庭に巻くっていう人もいます。庭に埋める、巻くっていう人もいるんですけど、アパートとかマンションの場合はそうもいかないので、これは燃えるゴミに捨てます。で、これぐらいの線香だったら灰が熱くなるってことはないと思うんですけど、念のため火事にならないかどうかを確認してから、ちゃんと捨てるようにしてください。で、あとはもう、香炉の線香が燃えるのを待つだけなので、
動画は止めますけど、こんな感じで、範囲の掃除を毎月1回ぐらい、だいたいやってます。で、いっぱいにならなければ、1ヶ月に1回とかじゃなくて、半年に1回とかでも OK なので、ぜひ、やってみてください。今日もありがとうございました。